桜満開ですけれども、春でもありませんし4月でもありません、ここはですね真夏のバンコク、あれその割にはこれカステラだったりいろんなお菓子とかありますけど、お焼き芋って書いてありますね。おお、焼き芋だらけだったりするわけですけれども、え、なんでってね、バンコクなのになんか日本っぽいぞと、もうね、はい、土地乙女とか書いておりますけれども、分かる方は分かるんじゃないかなと、この BGM でね分かると思うんですが、なんとこちらはバンコクのドン・キホーテまでやってまいりました。バリフワコロンに瀬戸塩、それから歌舞伎揚げ、アソート、思いっきり日本語ですね。うどん、フルグラ、お懐かしい、これはどん兵衛ですね、どん兵衛のきつねうどん。いやーマジで売ってるもんが思いっきりドン・キホーテじゃないですか。いやドン・キホーテですからね。ということで今日はね、一緒に、バンコクのドン・キホーテちょっと買い物にね、行ってみたいと思います。うん、これカップラーメンなんですけれども、こうタイに来てから本当にねラーメンとかカップラーメンいっぱい売ってるんですけど、いちいち辛いんですよね、いちいち癖あるんですよ。あ、米もね、これ日本の米食べたなりますよね。茶漬け、うわ懐かしいみたいな。あ、この焼きそばね本当にないです、こういう感じ。いや、ありそうでない、ほんまにないんですよ。焼きそば UFO とか一平ちゃん焼きそばとかそんなやつ売ってませんからね。あー、そうそう、これペヤングですよ、これ今すぐ食べたいな。パタヤからね久しぶりにバンコクに来ましたけれども、こんな品揃え見てたら全部買い占めてもダンボールで持って帰りたくなりますよね。この日本では普通に売ってる日本の製品がこちらに来たら高いんですよね。でも、まあ、ドン・キホーテはまあ、うん、あ、日本製焼きそば、ドン・キホーテはねなかなかリーズナブルな値段で提供してくれてますね。まあ確かにタイの製品と比べると高い、でも日本の製品と同じぐらいの値段で売ってる。これ納豆ですね、納豆45バーツってこれ安いですよ。まあ160円ぐらいだったら高いんちゃうんって思うかもしれませんけれども、まあ日本のスーパーと比べたらね。でもこちらタイのスーパーだったら納豆を普通に100バーツ以上とかしてますね。それを考えたら結構適正価格ぐらいで買える。お、寿司のガリじゃないですか。何書いてあるかわからないんですけどね、タイ語でラーメン、お、一蘭ラーメンにモコスラーメンに、あ、ここは結構有名店のものが売ってますね。札幌一番、お、ソース焼きそば、先から焼きそばばっかりやん。なんか僕が焼きそば食べたいんかそればっかり目が行きますね。あー、ふりかけ懐かしいな、こういうのね結構ねスーパーとか100均で必ず売ってますよね、日本ならね。こんな感じでもう祭りって感じがしますけれども、おにぎりこれいくら、40バーツ、150円ぐらいかな。わ、これお弁当、うな丼ちゃん、いや結構ねこう並べられてる、並んでる弁当を見たらむちゃくちゃお腹すきますね。っていうのもうまそうなんですよ。で弁当はねちょっと、まあ、日本のドンキの方が安いんちゃうかなって思いましたね。でもとにかくうまそう、弁当や惣菜ですね。はい、たこ焼きありました、たこ焼きもねこうやって並べられてます。もうこのね、さすがドンキですね、売ってるもんが全部日本製っていうか、もう日本品質なんですよ。書いてますね、日本品質って。でちゃんとこの中にねあのキッチンがありましてね、そこで制作風景もガラス張りで見えるようになってますから、いろいろ書いてます。お好み焼きとか鉄板焼きとか、ほんまお好み焼きなんかあるんか言ったらありました、オムそばみたいなやつですね。でこれお好み焼きもね、もうたこ焼きも全部揃ってます。大阪人の大好きなもんが全部ここでは食べれるっていうね。まあ、これねドンキめちゃめちゃ広いんですけれども、こうやってゆっくり映してるところっていうのは僕が目引かれたところなんでね、僕が興味持ってるって思っていただけたらいいんですけれども、いやーすごいですね、にぎわいがすごいですね。こちらは、海鮮、シーフード、刺身、そういったもの、明太子とかですね、売ってますよね。こんなお刺身のパックなんか
日本のスーパーでね売ってる感じのそのままですよね。お、あゆ、あゆ売ってますね。へー、これはなかなかバンコクでは見られない感じですね。うん、生姜とかね、魚の切り身、こだわりの食材、それからこれは寿司ですね。北海道って書いてあります。うん、いやもう寿司だらけじゃないですか。日本といえば寿司ですもんね。バンコクのねコンビニとかスーパーにもなんか変な寿司はあるんですよ。でもこんなねドンキで売ってる寿司、あ、いいですね、この海鮮丼。これはねもう本当に日本で食べれるやつと同じやつですね。お、これは鍋をする時のつゆというかだしですね。お、丼、丼かなりこれうまそうですね。いや、牛丼っていうのかな、豚丼っていうのかな、なんかお肉のね丼も売ってますけれども、いや、めちゃくちゃ豪華です。これでね159バーツとか書いてあるんで、うん、5、600円やから全然ありっすよね。牛肉コーナー、バンコクとかねパタヤではなかなか牛肉が食べれないんですよね。ポークとかチキンはあるんですけれどもね、牛で美味しいのはもうほとんど食べられないんで貴重ですよね。まあ、海外移住してね日本食が無性に食べたくなるような時あると思うんですけれども、まあ、日本食のレストラン行くもいいんですけれども、こうやってねドンキホーテに来るっていうのもいいですよね。今バンコクでは5店舗出てますね。後でちょっと詳細リンク貼っておきたいと思いますけれども、まあ、車で移動できるんだったらね本当いっぱい買えるんですけれども、大都会なんでね、バンコクは大都会なんでなかなか車で移動できる方もね持ってる方はいいんですけれども、うわこれね、これこの食パン、日本でもこの高級食パンって流行ってるじゃないですか。これかなり安いっすよね。さっきのあんなでっかい紙袋に入って69バーツですよ。260円ぐらいで、これ食パン極みって書いてますね。サンドイッチコーナーに生食パン全粒粉健やか、これは199バーツ、結構ええ値段しますね。まあドンキホーテね、僕は結構若い頃からあったんですけど、昔はねなんかヤンキーのたまり場みたいな感じで、もう店内もなんかぐちゃぐちゃでね、もう陳列がやばかったですよね。でもなんかおもろいっていうか、なんか安いしね、そしてなんか夢あるんですよね。で車の改造するパーツ売ってたりとか、まあ、化粧品売ってたりとかね、なんか夢に向かって歩んでいってる勢いのある若者がねすごい反応しそうな、そんな商品がたくさんありましたね。でもほんまにね汚かったですね。いや、ヤンキーのたまり場ですよ。でもそんなドン・キホーテがねどんどん品揃え良くなっていって、でまあね今みたいにこの食品なんかも販売するようになって、で世界にも進出していってね、今日本には、大体300店舗近くあるんじゃないですかね。で全国至る所にあるんですけれども、海外も、まあ、シンガポールですね、まあ、それからマレーシア、中国ですね、そしてこのタイ、そしてハワイとかね、いろんなところに本当に進出しておられます。この日本の文化をねまさに世界中に発信している、素晴らしい店やなって思いますね。まあ、本当僕なんかねドン・キホーテと共に育ったって言ってもいいぐらい、そうそう、もともとはね1978年の泥棒市場っていうところから始まってるみたいですよ。まあ本当にねいろいろ苦労もあったと思うんですけれども、事件とかもね、そうそう、放火とかね火事とかもあったりして大変な時期もあったと思うんですけれども、こうやってね世界中に宝探しのね、夢を届ける大企業ですよね。激安の殿堂ドン・キホーテ。お、チョコジャンボモナカ派遣、いやー日本で一番売れてるアイスですね。こちらは冷凍食品コーナー、あ、餃子だけでもいっぱいあるやん。いやーもうなんか何でも欲しい、はっきり言って。なんかね日本の食文化
博物館みたいになってますね。うん、日本人の大好きな日本人の日常の食卓がここに来たら全部揃うっていう感じですね。でもね、タイの人はね、バンコクの人は本当にこれ日本大好きですね。あの日本人もたくさん住んでおられますけれども、でもそれをはるかに上回る、まあ、タイ人、いろんな国の方々がお住まいになられてて、もうショッピング買い物を来てるお客さんもいっぱいいてましたけど、日本人なんか本当僕だけでしたよ。まあ今はね、日本人あんまり海外に、コロナとかでね出られないので特に少ないのかと思いますけれども、でもね、あのタイ人がもうそもそも日本食大好きなんですよ。この日本の食材もね、ちゃんとねタイ語で説明書いてあります。でね、ドンキのこのテーマソングもちゃんとタイ語で歌われてます。タイで5店舗まだまだね増えていくん違うかなって思いますよね。あ、ここさっきも納豆コーナーですね。梅酒売ってますよ。これ399バーツ、ちゃんとアコホ書いてますね。アルコールはねアコホとか言いますね。はい、こんな感じ。うまい棒、うわでか、169バーツ大量に入ってます。うまい棒うまいもんね。いや久しぶりに食べてみたいな。やばい、ペヤングの極辛売ってた。これタイ人食べれんのかな。あ、ちゃんと焼きそば UFO もありますね。うん、この日本のカップ焼きそばはもう僕はむちゃくちゃ大好きです。もうほんまに好きなんですよ。一番好きな麺類は日本のカップ焼きそばですね。まあ何が好きかって本当に定番の UFO もね、このペヤングもそうなんですけど、もう子供の頃から好きやからしゃあないですよね。ソウルフードみたいなもんです。どん兵衛も好きですね。まあほんま日本はね、食べるもん、食べ物、食材豊富ですよ。こんなに美味しくてね、豊かな国はないですね。これドンキホーテちょっと外から見たところですけど、屋台出てます。団子屋さんですね。花より団子を言ってお祭りの屋台みたいになってますけど、お、焼きトウモロコシいいですね。なぜか食パンにリンゴ飴。お、これは何やろ。お、定番のこれ焼き芋ですね。なんかドンキで一番売れてるとかいう記事を見ましたけれどもね、ドンキスイーツ。お、おでんですね。おでんどんなの、こんな感じ。ほんとね、ドンキで売られてるものは日本風っていうよりも本当に日本で売られてるやつがそのまま並んでるって感じのが多いですよね。まあだから当たり外れがない、外れがない、当たりしかないっていう感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。こちらね、 MBK センターにあるドンキホーテ、こんなドンキのトゥクトゥクがあります。あかん、このドンキのトゥクトゥク乗りたい、欲しい。外から入ってきたらこんな感じです。さっきもね、桜満開ジャパンっていうところからね始まりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、日本にね今お住まいの方はもう近くにねドンキホーテある方多いと思うんですけれども、こうやってねバンコクに暮らしてても最寄りのドンキホーテっていうのがね定番になりそうです。まあこの前ねシラチャ行った時もその店舗がねもうすぐできるっていう話聞きましたけれども、パタヤにも早く来てほしいなって思いますよね。まあバンコクはねだんだん日本人も増えてきてるのかななんていうところもありますけれども、もうパタヤもね、まあ、バンコクもパタヤももうまだまだ日本人全然来れてないです。まあそんな中でもねこうやってね元気にドンキが営業してくれててほんまにまあ日本人として嬉しいですよね。まあまたバンコク来てちょっと日本食懐かしいなと思ったらぜひ覗いてみてください。